アイコス持ってないね。8月の歌といえば何ですか？8月の歌？難しい。戦場のクリスマス。いや違う、あれやろ。今年は飛び切り樽より夏っぽいですね。してますかこの歌。今年は飛び切りになるより夏っぽいとか出てて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 。こんばんは。ブラウンドッツさん、ハートありがとうございます。トミニさん、マイクありがとうございます。明日久しぶりに広島まで。それ明日暇なのに。そうなんだ。へえ、そういう感じなんだ。天気ってそういう感じなんだ。へえって感じですね。本望さん、アイスありがとうございます。ちょうど風呂から出たところよって。お疲れ。ナイスタイミング。かっこいいバンド名考えたことありますか？なんか最近なんか新しいの見たよ。そら、なんか寝癖系の忘れた。あ、なんて名前か。やっほー、きよしさん、やっほー。輪ゴムとか。でもなんかそういう変わり種の方が流行るんじゃない？今は。来週の話で楽しみ。あれだよね、くじ引きしたやつのやつよね。そう、くじ引きしたんですよ。サラは池と同じところだった。バンドしてる人持ってるイメージある。嘘。サラ的にはバンドしてない人の方がいい。どうですか、みんなの、あのみんなの好きな。あ、そっか、サラはバンドしてなくて SNS とかもしてない人がいい。バンドマンはNG ですね。バンドマン自由人。確かに。でないで、今日は焼肉屋さんと
パスタ屋さんに行きました。はしごしました。バンドは好きなの？でもあんまり知らんかも。サラはバンドマン写真撮るとき目を立てに開けるとあーみたいな感じだよね。これ系だからあーって感じだから鼻隠れないの。でもうん、焼肉とパスタはその別のお店だったんですよ。まずは焼肉屋に行ったんだけどお腹いっぱいにならなかったからパスタに行ったんですけど、私は何パスタが好きだと思いますか？正解は本当はバジルクリームってやつが良かったんですけどなかったので、でもエビは譲れないのでトマトクリームにしました。クリーム系正解。ジェイクさんハートありがとうございます。言うの早すぎた？確かに。そうさ、夏曲なったんですけど、なんか夏曲ってありますか？何ですかね、夏曲。なんだろう。夏曲。本当に夏祭りしかわかんない。あと何、アイコさんと言ったら小島さん、アイコさんみたいだけど、みたいなやつ。ねえ、最近ハマってること聞く？最近は一人で YouTube を編集するのにハマってます。一日それで今も帰ってきてからやってたんですよ。やばくないですか？一人で YouTube もうマジでうまいから、チャチャチャラチャ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 音もつけて効果音とかもめっちゃうまい。もう本当にめっちゃ YouTube なんですよ。本当にすごいからみんなも見るべき。ぜひ公開してほしい。公開はせんよ。公開はせんというかしたいけど行動範囲がバレちゃうからちょっとできんのよ今までの動画はね。でもマジ1日毎回毎回その玄関出る前にこれから何々に行くよとかでなんか鏡に自分全身鏡に自分映して撮ったり、ご飯とかも食べたものも全部撮るしそうっていうのをやってて、メンバーにもしてないの。あーメンバーには見せたよちょっと。そう、いやマジサラのあの何もない一日本当にやばいよ。図書館行く、図書館どこどこのウェルシア行く。いやどこどこのとか言ってないけど見た目でわかるじゃん、その見ようと思って。でも図書館なんですよサラのね行く場所は大体毎日なので、バレますね。もう書いてありますね、何々図書館って。そうだからダメなんです。あとね最近はリコチとめっちゃ長電話したんですよ。なんかリコチが急に、初めてなんですよリコチと電話したのは人生で。リコチが急にいいみたいな、今から電話かけてもいいって言っていいよ飛びついちゃったんだよね。
そう、それでマジいろんな話したんですよ。でも本当になんか、めっちゃ面白い、いろんな話したよ、深い話。なんかイケともね電話するよ、深い話。なんか意外とその深い話とかしなさそうって思ってる人の方が深い話をめっちゃしてくれたです。電話もうるさい。でもめっちゃ笑ってくれるよ、いっぱい明るい元気大好き。リコチ、リコチの趣味はたまわの物件巡り。そうなん、それは聞いたことないけど。ポスターさん、マイクありがとうございます。やばやば、もう前髪が長いから。花なんとお話しするよ、いろんな話するよ。いろんなメンバーさん写真集出されますか、いつか。そらちゃん、そらちゃん、そらちゃん写真集はまあ露出はゼロよね、普通に露出はゼロ。さらちゃん写真集はね、露出はゼロで、かつさらちゃん写真集は、いや思い浮かばんな。さらちゃん写真集オーストラリアでお願いします、お願いします、お願いします。でもなんか自分が好きな子とかが写真集出して、あ、子っていうかアイドルとかが写真集出して、なんか水着とかあったら嫌だなって思う。サラ、絶対にサブちゃんとの写真つけてほしい。サブちゃんは、あぶれまくりなので、本当にシャッターチャンスがない。なのでサラちゃん写真集は露出少なめなので、はい、売り上げが見込めないチャンネルですね。とてもそれは売り上げが見込めないチャンネルなのでダメですね。最近写真集出して聞くとストイオガという、でも最近のはさあれでしょ、ショールームのイベントのやつだったからあれじゃん、違うやん。国内で撮影したいわしょ、国内で撮影したい場所は、国内で撮影したい場所、国内で撮影したい場所、難しいな、広島とか、沖縄、知床、房総、牧之原、知床やな、やっぱ知床か房総か牧之原か、知床、知床にしました。例のプール、例のプールってなんだっけ、
例のプールってなんだっけ。知床。いやじゃなくて、いやさら、関東ローム、関東ロームがいいと思いますね。はい、関東ロームか、もしくは、フォッサマグナやな。フォッサマグナ。はい。例のプール？プール？室内プールですか？ゆうじさん、花ありがとうございます。そうですね。正直10代の上には、10代のうちとかには出すけど、はい、関東ローム層の上で。というところです。こんばんは。フォッサマグナミュージアム、あ、そこで、じゃあそこでお願いします。自費出版、あ、しないです、しないです。自費出版は正直しません。自費出版はしないです。露出もないです。服は何がいいかな。服は朝ドラ系のシンプルなやつでお願いします。朝ドラ系で。露出はしなくていいよ。ありがとうございます。セーラー服は NG ですね。はい。ミニスカは正直 OK ですね。それはカイガシューとかだ、いや NG です。おでこはここまであります。思ってるよりも広いです。はい。だってさ、おでこさ、顔と同じ長さあるよ。やば、いいよねこれ。高校野球見て全員年下じゃんとか思ってた。高校野球見ないんですよね全然。確かにね、高校野球はね見ないね。翔太さん、だるまありがとうございます。いやさ、高校野球とか知らないんですよね。てか、なんかこの前なんか LINE の人を見てたんですよ。全員もう百何十人とかいて、そうだからちょっと見てたら、マジ知らん人いて、マジで知らなくて、で誰ですかって LINE してみたんですよその人に。それでもなんか帰ってきたんですけど、こんにちはとかで、ちょっと変だなって思って、もう知らなさすぎて。でもその勝手に追加できるような設定にしてないので、絶対に自分とどこかで接点があった人なんですけど、はい、身に覚えがないので、はい、ブロックさせていただきました。はい、流行語大賞さん、レインボースターありがとうございます。
まあ、あのブロックはしてないんですけど、そうです、非表示にしました。あの人を探すときに人数が多すぎるとちょっと大変なんですよ。なので、でも名前もマジで聞いたことなくて、誰だって思いました。でもなんか下の名前は書いてあるんだけど、英語でローマ字が書いてあって、上の名前はあの S みたいな、サルサラだったら S みたいな、イニシャルだけ。そうね、よくわからない人がいるんですよ。それ俺かも。違うね、それはないね。ブルシティさん、ありがとうございます。てかさ、イケの2連ちゃんでさ、粗品さんのさ STU って聞けたのがめっちゃ嬉しかった。ガチで知らなさそうだった。 STU どこやねんみたいな、どこやそれみたいな、めっちゃ良くない？さ、粗品さんさ、めっちゃ好きだったからさ、見てたのでずっと感動しました、そのシーンで。あ、ギフトトロピカルチュース、ありがとうございます。さ、お笑い芸人さんめっちゃ好きなんですよ。で、え、サロのお笑い芸人さん好きな人ランキング聞きますか。1位はね、1位は今は、あ、3位からいきますか。3位は趣味は似合うから粗品の名前にいらっしゃらないでしょ。え、知らん。何ですか。でも本名は分かるよ。3位はじゅーじゅん、あれですね、これは前も言ったことあるんですけど、あの、あれです。やばい、名前出てこなかった。あの、あれよ、あれ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 。なんか、サラはそんなに思ってなかったけど、みんなはその人はイケメン芸人だよって言ってきた人。わからん。名前忘れた。でもめっちゃ好きで、TikTok でいつも見てて、2位は、2位は、最近は、見取り図さん好きで、え、どういうこと？つまらないものですかって、どういうこと？普通に。1位は、星名さんもだけど、のみそさんですね。はい、え、イケメンだよって言われて、なんか不祥事とかもあった人。いや、全然今はテレビ出てるけど、なんか不祥事とかもあった人。爽やか五郎さんは、はい、楽天。いや、でも岡野陽一さんは正直高いですよ、サロンの中では結構好きですよ。知ってますか、岡野陽一さん。知ってます、加納英子、え、違う、は好きだった昔。クズ芸人が好きなの。え、クズ芸人ですか。クズ芸人が好きかもしれないです、結構。なんか
佐竹さんとかは誠実系芸人じゃないですか。やっぱギャンブルやってることは条件なんで。はい、え、イケメンの人、ええ、あれよ、普通にめっちゃ有名。イケメン、いや、ソロはイケメンって思わんけん、イケメンって思わんけん分からんけど、なんかちっちゃくはないけど、細くて二人コンビなんですよ。でその人の方がちょっとあれかもしれないですね、あんまりヒットではないかもしれないです。世の中でヒットして、オズワルドさんも好きです。もう南川さん、なんかももちゃんあっとったくない、リッセモンカちゃん、アインシュタインの調子ですか。分からんな、それはむずいな。バイキングとさん、バイキングとクオゲさんね、ベートーベン、どっち、え、ベートーベンさん、うん、青野さんみたいな。こんばんは。シソンヌかな、シソンヌ長谷川さんも好き。そら、使ってはいけないマネーね、3万使い切りギリギリ、これで一番やばい、大当たり引いて8万、それは良かった、あれは良かったですね。ダイアン津田さん、僕もギャンブル初めてくず人間いやでも節度のある節度のあるクズ人間ノンスタイルさん、宝くじもやん。いや正直宝くじはそんなギャンブル味はあんまりないけど、サラはやらんよ。さあ20歳になったら読みたい。でもサラパチンコは多分合法なんですけど、めっちゃ堅実タイプなので賭け事をしないんですよ全然。ボートレース、全然分からん。ST でも競艇か競輪の仕事があるか、確かに。でも。もう本当にせんのんよ、本当にしないんですよ私。でも株はあるよ。
株はある。宮島ボート開催中。宮島ボート、宮島さどこにボートあるんですかって感じ。もう海外のやつ買う、うん、まあ株どうなんだろう、ギャンブル。でもなんか何年も見積もるやつ、見積もるっていう何年もっていう待ってってやつなので、本当に100万負ける時とかもある。100万うん減る時とかもあるけど、その長いスパンで合計で見たら勝ちますよみたいな、勝ちますよって言ったら上がるんじゃないかみたいな。瀬戸内海って波が穏やかだから協定上作りやすいんだよ。協定ってどういうあれですか、ルールですか。そう分からんのよ、長期。うん、めっちゃ長期かも。STU でもらったお金とか、お金もう1円も手つけたことがないので、使い道がないんですよ。なのでちょっと、はい、将来の、マンション代に当てさせていただきましょうか。でもなんか将来やりたいことがあった時にとか言うけど、なんか一生やりたいことがなさそうで、それでちょっと悩んでるんですよ。なんか海外移住とかもなんかしなさそう、サラは。もう行く当日にめんどくさくなってやめそうだし、本当にこのお金は全部コンビニのご飯に使われていくかもしれません。そう、芸能界は返しない。金、お金を使うとかじゃなくてね、芸能界。あるよあるよあるよ、めっちゃあるよ。来年からはなんか STU におりながらよ、 STU におりながらオーディションとか受けれるので、来年からはっていうか今もなんだけど、そういうのを受けてみようかなとか思ったりするよ。いやサラさ、 OL とかさできなさそうじゃん。もうありえんミスしそうじゃん。英語話せないの、ビジネス際。いやー全然話せんよ、全然。話せんよ。通訳とかももう絶対無理だし、なんかスピーキングのテストとかも定型文を覚えていって10個ぐらい覚えてどれかを出すみたいな感じでやってるので、ほんまに臨機応変さがなくて全然喋れん。てか話変わるんですけど、サラが STU に入ってめっちゃ良かったなって思ったことは、なんかめっちゃサラ性格が穏やかになった。なんか昔は、でこれは幼少期だからってのもあったかもしれないですけど、めっちゃ我が強かった時もあったんですよ、ちっちゃい。いやもともとは我が強かったんですよ、ちっちゃい頃からだと。でも STU に入ってみんなが大人だったので、年上だったので
あのめっちゃサラも穏やかになって、今ではもうめっちゃ穏やかって言われる、いろんなあの新しく会った場所の人とかにも、あのいや穏やかっていうか発言はあんまり穏やかじゃないんですけど、結構なんだろう、シビア系のこともめっちゃ言うんですけど、リアル系のこともなんですけど、その行動としてはめちゃめちゃ穏やかです。あの行動っていうか人に対する行動とかはめちゃめちゃ穏やかですけど、発言は結構なんか、まあサラずっとインターネット見てるような人だったので、めっちゃ ネットって感じ、めっちゃインターネットって感じです。そう、でもこれも昔はもっと強かったんですけど、穏やかになりました。そう、それで STU 入ってよかったなって思いました。いや荒れてたとかじゃないよ、全然じゃなくて、普通にあのそういう性格だった。バイオレンス、え、なんかサラの MBTI ってやつもう本当にやるたびに変わるんですよ、やばくない？え、わかりますか MBTI っていうさ、何みたいな、アルファベット4つ並べるやつなんですけど、サラはもうめっちゃいろんなのになりすぎて、もう変幻時代のカメレオンだと思ってる、自分のこと、自分のことを変幻時代のカメレオンだと思ってるんですよ正直。嘘ついてないんですけど、その日にあった出来事次第で変わるんですよ。例えばその日に自分のめっちゃ好きな子、好きな友達から嬉しいことを言われたとかだったら、日はめっちゃ穏やかな MBTI になって、その日はじゃあ試験の結果が不合格だったことが返ってきた日だったら、もう多分ありえんほど尖ってる性格になるじゃないですか。そういうのなんか変わるんですよ、変幻自在タイプなんですよね、カメレオン系なんで。てかさ、なんかさ、この前のさ歌唱力の動画さ見たんですよ。それでなんか歌唱力の動画を自分で自分のシーンをスクショしてたんですよ。それでなんかサラがこう向いたらなんかちょうどなんだっけ、スクリーンを見ながらスクリーンに映ってる自分を見れるんですけど、こうやってやってる自分がこうやって映ってるじゃん、こうやってやってたら、こっちにスクリーンがあったら、でこうやって映ってる自分が漏れてるなって思ったから、スクリーンをもう映す、スクリーンに自分を見てるふりして、結構サラが横顔を見せてたシーンがあったんですよ。でその自分の恥ずかしい魂胆を思い出して一人で泣いてました。だからこの映りの自分いいなって思いながら、こうやってスクリーンを見てる風を装ってここを見せたいみたいな、その恥ずかしい記憶が蘇ってきまして、もうそっと閉じましたねそんな動画は。はい、いや、見ますかそのシーン、みんなも見てほしい、みんなマジでめっちゃ漏れとったんですよそれは、みんなも見てほしい。歌唱力で人が5人、その1曲目の当選者で1曲目を通過できた人が発表された後に、ユイディさんと誰だっけ、ユイディさんと
セイジさんが前に出てたんですよ、サラたちより。でサラは行けなかったから後ろ側だったんですけど、そのセイジさんの真後ろにいたから自分がカメラに映るってことはまあ分かるんですよ。絶対自分も後ろに映ってるなって分かるじゃないですか。でこうやって見た時に、あ、漏れてるからもうサラはこの角度変えんとこうと思ってでそれでちょっとあもう見てほしいみんなに。でもその自分を思い出してもうめっちゃ恥ずかしかった。でもそのあ当日の歌の自分はあの歌がもうめっちゃ下手だったので自分で聴きたくなくてもう聴いてません。一回も聴いてません。自分めっちゃ下手だったから聴きたくないんですよ本当に。え、違う、ショックだった、違う、サラもショックだったよ。サラもショックだったけど別にめっちゃショックでも、あのもう9割5分ショックでも、もう5分はまあちょっと他のこと考えれることあるじゃん、ショックなこととかあっても。だからなんかあのその5分の考えで やってましたけど、でもほんまにそう当日の出来はもうマジで良くなかったので、もう本当にとてもあのやり直したいと思ったけど、だけど来年また頑張ろうって思った。でも自分がもしめっちゃフルパワーで全力出せてても勝ててなかっただろうって思うから、もうめっちゃ自分の実力不足だと思う。あのもしじゃあ自分やりきったって思える結果で思える出来栄えでも私は勝ててなかったって思うので、もっと練習したいと思いました。半音を聞いたらよかった。あ、そう、それを黒沢さんに言われましたね。ちょっと悩むね、悩まんのだけど、あの考えんといけんなって思った。サラはそういう発想なかったので、有識者の方にアドバイスをいただくのがとても大切だと思ってます。全力で、え、そうなんよ、あの練習してないとこじゃなかった。もう本当にあのデディケイト捧げたんですけど、めっちゃ練習したしめっちゃ研究したんですけど、なんか前回の方がうまかったなって思った。でもなんか物じゃない何かのものに向けてなんかやるのって、やるのじゃない、準備するのって楽しいなって思ったんですよ最近気づいて。なんかサラは昔はめっちゃ刺激がない人生を望んでたんですよ、ずっと。昔はというか今年ぐらいまではもうできるだけあのベッドにいたいみたいな思ってる性格だったんですけど、今年はなんかそういうなんか目標に向かってこの日に何々があるから何々を頑張るっていうのが楽しいって思って、歌唱力ぐらいから思って今も思ってる。予選歌舞伎で、え、なんか予選もいい出来栄えじゃなかった。なんか最近自分上がり症だって思った、上がり症だなって思った。なんかあのある英語の試験を受けるときに、それがもうめっちゃ大事だったんですよ。でめっちゃそれを命かけて命かけてっていうか、もう一日毎日朝から晩まで費やしてきたことで受けるときとかはもう前日ぐらいから心臓バクバクでって言ってスピーキングがあったんですけど、もうその時とかもう本当に自分宇宙空間にいて、もう自分は誰なのか、もう自認もできず、自分が誰なのか、ここはどこなのか、地球はなぜあるのか、なんで私はここにいるのか、もう全てが分からなくなるタイプなんですよ、テストごときで。やばいですよね、うん、本当に自分はかなりの上がり症だって気づいた。
なんかそのまあテストの筆記とかあれやけど、その面接がもうめちゃくちゃできなくて、で多分まあそれは歌唱力とかもそうなんですけど、なんか歌唱力はまだその頭はってか結構冷静だったんですよ。見えてたし、客席も審査員のあの人はこういう顔してるなとかいうのとかも見てたので冷静さがあったんですけど、なんかテストとかになるともう冷静さがなくて、私は上がり症だなって思いました。思ったのでちょっとそれを直そうなんといけんって思ってるけど、直し方が分かんないんで、今度お話し会で教えてあげる。緊張しない、教えてください。でもなんか歌はなんか歌はその自分が混乱したとしても結局足がブルブル震えてるとか体に出ることがあんまりないじゃないですか。まあなので人に伝わりにくいと思うんですけど、そのテストとか面接とかだったらもう明らかに意味がわからないことを自分が言ってるのがわかるので、そこにも焦るし、もう直前も焦るし、最中も焦るし、終わった後も焦ってるし、もう本当にブラックホールかと思った。ブラックホール行ってました。こういうのまず緊張しますか。サル、こういうのめっちゃ緊張するよ。なんか鼻慣れとかもうビクビクわからんくて、あんまり数がもう全然やってないので分からなくてビクビクしてます。というかなんか致命的なありえんミスをするんじゃないかっていう自分への信頼のなさが怖いです。面接官が声で書いて、声は震えない。広島日本語だったら面接は喋れるよ。全然日本語だったら面接は得意。めっちゃもう口から出まかせタイプなんで、もうペラ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 と思う適当なことをいっぱい言うんですけど、英語は口から出まかせできんじゃん。本当に自分が考えた思ったことしかなんか言えないんです。その言い方がまずわからんし、自分が人生で発してきた言葉、考えてきた文章じゃないとその文法が全部正しいかが分からんけ言う自信がないけ言えんし、その場で臨機応変にっていうのはできないんですよ。自分の人生で培ったやってきた文章の中から選ぶしかないんですよ。でも日本語は文法の間違えることとかも絶対ないのでペラペラと出まかせとけばいいんですが、英語はもうなのでめちゃめちゃ緊張してます。でもそうアドリブができんのよ。この配信も口から出ます。いや結構口から出まかせかもしれない。なんかさら頭がバカすぎて動いてないんですよ。なんかなので友達と話しててもあ多分めっちゃ容量が悪くて、その自分の仕方ないんですよ、能力の問題で。そうなんかね、質問の内容が頭までいってないんですよ。口と喋ってるんですよ。やばいですよね。でも今日は全部意識あったと思うけど、意識とかもあんまりなしに適当に返してることとかめっちゃあるので怖いって。でもお話し会とかではない、1対1で話しててとかはないよ、全く。反射神経で喋ってるってこと？そうなんよ。いやでも数をこなすしかないと思う。例えば影穴の時さら言えないんですよ、噛んでて。でもそれは上がり症とかじゃなくて、じゃ自分一人で朗読をする時とかも噛むので、なんか脳の本当に処理速度が遅すぎて
え、そこが問題なんですよ。普通に言えないんですよ。それがその読めないんですよ。日本語を噛まずに読むことができないんですよ。追いつかないんですよ私。やばくない？チュルルルチュ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 。そう、お話し会は自分なんですけど、ちゃんと病院行こう。やめてください。ごめん、今噛んでるかな。12月の時お話し会来てください。待ってます。セリフは苦手。そう、セリフは苦手。でもセリフじゃない、決まってなくて、どうでしたかとか言われたのはもうペラ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 適当に言ってる。口が適当に言う。そういうのは味はどうですかとかペラ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 言うんですけど、ちょっとあの変わりだね、変化球で来ると私はもう止まりますね。怪しい商売の講師のものまね、うまそう。分からん。怪しい商売の講師、怪しい商売の講師はところどころカタカナ入れてくるよね。外来語入れる。イノベーションガールとかいいですからね。イノベーションガール。ピーポーはとても近年ネガティブインパクト、これは言わん、さすがにこれはないけど、ネガティブインパクトはないけど、イノベーションとか、まずこれ系、アイデンティティがみたいな感じで、コメンテーターとして失言はせん。多分それは多分右脳と左脳とかがあるみたいに別の脳に入ってて、そっちは動いてるみたいな。そう、ソリューションがピーポーがはやばいで、ちょっとうさんくさいですね。ソリューションなら いけますね。このイシューを解決するためにする必要ない場所まで、エビデンス、あ、めっちゃいい、エビデンスめっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。コンセンサスがとこの契約、あ、このコントラディクトをするにはコンセントが必要になってくるんですが、イシューとプロブでどう違うんですか、使うんですか、受けないですか。サラなんかテストに適した勉強しかしてないので、そのイシューとプロブはどう使い受けるかとか聞かれなくてないじゃないですか。だから全然そういう実用的な話、あ、実用的、なんか日常で話すために必要なスキルがなくて分かんないんですよ、そういうの。なんか英文を読んでみたいな、正しい適切な文章を選ぶとか、なんか論文作成とかは得意なんですけど、This is, this is, this is becoming a public concern みたいな、そういうのは得意よ。 Whether should people more 何々 or not みたいな、そういうなんか論文系はうまいよ。 As I have で最後のまとめは As I have stated above, taking into consideration 何々 and 何々 I think 何々みたいな、こういうなんか論文を言うのはうまいけど、なんか何々と何々の使い分けは何ですかとか言われて分かんない、全然そういうの。あー、やばい、読むよ。13位翔太さん、12位まもるさん、11位くまいパパさん、10位もけさん、9位徳島のひっくさん、8位もぴらさん、7位みーたさん、6位フォスターさん、5位ビビリコさん、4位流行語大賞さん、3位あきまーさん、2位ブリッジさん、1位きよしさん、ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました、ありがとうございました。それではバイバーイ。